ご視聴ありがとうございます。シーサーです。今日はいつもと少し動画のスタイルが変わるんですけれども、スライド形式で皆さんに見ていただこうかなと考えております。最後には今後の目標を報告させていただくので、ぜひ最後まで動画を見ていただけますとすごく嬉しいです。まずはご報告です。 YouTube のチャンネル登録者数が10万人突破しました。いつも見ていただき本当にありがとうございます。YouTube だけじゃなくて Twitter や Instagram でも数えきれないほどたくさんのお祝いのコメントをいただけて、自分は本当に嬉しかったです。 Twitter ではその日送っていただいたメッセージは全て返信させていただいたつもりです。これからも全てに反応はできないかもしれないんですけれども、いただいたコメントは全部目を通していくつもりです。もっとこうした方がいいよっていう意見など、皆さんのフィードバックを参考にしつつ、より良い動画を作っていこうと考えているので、どんなことでもいいので、優しい口調でなんかアドバイスしていただけますとすごく参考になります。最近とある動画がちょっとバズっていて、そこからたくさんの人にチャンネル登録をしていただいております。まさかこんなに早く10万人突破するとは自分も思ってもいなかったので、今回の動画を作るのが少し遅れてしまいました。遅れてしまった分、ちょっと自分がね、喋りたいことをすべて喋ろうかなと思っております。スライド形式ですが、面白くなるように動画を作ったつもりなので、ぜひ最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。今回の動画はこのような構成でやっていこうと思います。まずは10万人という数字がどれだけなのか全然実感が湧かなかったので、いろいろな観点から考えてみました。それから現在のチャンネル登録者数ランキングが見れるサイトがあるんですけれども、果たして今自分のチャンネルは何位なのか順位を調べてみました。次に総再生回数からわかる何人に1人、自分の動画を見たことがあるかっていうのも簡単に計算してみました。最後には10万人という大きな目標を達成したので、新たに掲げた目標を発表させていただこうと考えております。それでは本編に入る前に高評価ボタンとチャンネル登録ボタンの方、ぜひぜひポチポチよろしくお願いいたします。まずは10万人という数字についてどれだけなのか気になったので、いろいろと調べてみました。10の5乗、つまり10を5回かけると10万という数字になります。これはいまいちパッとしない数字ですよね。では次の視点から考えてみましょう。皆さんが通っている、もしくは通っていた中学校があるとしましょう。その中学校の全校生徒っていうのはだいたい300人ぐらいでしょう。300人と仮定した場合、中学校約333校分の生徒皆さんが登録していただいているといった感じになります。こうやって見ると果てしなくすごく大きな数字だなっていうふうに思いますよね。あとはよく例えられている話なんですけれども、東京ドームのキャパがだいたい5万人なので、東京ドーム2個満杯にさせるほど登録していただいております。そもそも10万人っていう人数が一気に集まることってなかなかないですよね。ですが過去には20万人も動員した伝説のライブがあります。1999年にグレイが幕張メッセの駐車場で観客20万人を集めたライブを行いました。YouTube の方に動画が上がっているので自分も見たことがあるんですけれども、1回で20万人も集まると観客が米粒よりも小さく見えてしまうほどすごいことになっております。その動画を見ていただくのが一番早いと思うので、動画説明欄の方にライブの URL 貼っておきます。自分は20歳なんですけれども、世代はちょっと一つ違うかもしれないんですけれども、グレイ結構好きなのでカラオケとか行ったらよくグレイの曲歌ったりします。そんなグレイの20万人のライブの半分ぐらいの方が登録していただいているといった風になります。そんな感じで10万人とはこれぐらいの数だよっていうのを自分が一番知りたかったので、頭の中で整理してみました。続いて今現在自分のチャンネルはチャンネル登録者数で言うと何位に入るのでしょうか。ノックスインフルエンサーっていういろんな YouTuber の再生回数とかチャンネル登録者の順位が見れるサイトがあるんですけれども、そのサイトによると日本で4978位でした。約5000位ぐらいですね。つまり今日本で10万人以上のチャンネル登録者数を持つ YouTube チャンネルっていうのは5000個近く存在していることになります。これは正直びっくりしました。自分が YouTube を始めた当初はチャンネル登録者数が100万人いっているチャンネルが本当に数えるほどしかなくて、10万人いっているだけでも YouTube の中ではかなりトップの方に入っていたと思うんですけれども、今や10万人超えのチャンネルって5000個近くもあるんですよね。それだけ動画投稿している人の数が多いということになります。
もちろんチャンネル登録者数が多いからといってたくさん再生されているとは限らなくて、逆にチャンネル登録者数が少なくてもめちゃめちゃ再生されているチャンネルもあります。なのでチャンネル登録者数がチャンネルの勢いを表しているとは必ずしも限らないんですけれども、まあ、一つの参考としてこのような数字になっていました。やっぱりこれで見るとね、もっともっと上を目指していきたいなっていうふうに思いますよね。ちなみに全世界での順位は22万6千位でした。まだまだですね。続いて、1回でも僕の動画を見てくれたことがある人は何人に1人いるのかっていうのをざっくりと計算してみました。これはあくまでも憶測によるものも含まれているので、まあ、参考程度に見ていただけたらと思います。自分のチャンネルの総再生回数は1900万回です。ただこの1900万回っていう数字は自分の動画を何回も見てくださっている方がいるので、もちろん同じ人も含まれます。なので1回でも自分の動画を見てくれた人の数っていうのは1900万回よりももっと少なくなるはずですよね。そこで役に立つ指標っていうのがありまして、実は YouTube の分析ツールを使うとこのように視聴者あたりの平均視聴回数っていうのを調べることができます。これを見ると過去90日の間で視聴者1人が自分のチャンネルの何かしらの動画を平均して 3.6 回再生していただいているというのがわかります。自分はこの YouTube 活動を始めてだいたい6年ぐらい経っているので、本当は全ての期間で調べたかったんですけれども、最長で90日しか調べることができませんでした。なのでこれはあくまでも憶測なんですけれども、全ての期間を合わせると1人当たり5回ぐらい自分の動画を再生していただいていると仮定しましょう。そうすると1人当たり5回見てくれているので、総再生回数から5で割ってあげると380万人の方が1回でも自分の動画を見たことがあるということになります。今回は学生の方限定で考えていきましょう。自分のチャンネルの中学生、高校生、大学生の学生視聴者の割合はだいたい 40% ぐらいです。逆に言えば大人の方が半分以上見ていただいているチャンネルなんですけれども、今回は分かりやすいように学生で見ていきましょう。そうすると1回でも自分のチャンネルの動画を見たことがある学生の人数っていうのは380万人に 40% をかけると150万人になります。では学生の数は今日本に何人いるのでしょうか。これも調べてみました。中学生が320万人、高校生も320万人、それから大学生が290万人いるらしいです。なので全て足すと930万人ですね。先ほど求めた1回でも見たことがある学生の人数が150万人なので、930÷150 をすると 6.2 になりました。つまり何が言いたいかというと、6.2 人に1人の学生が自分の動画を1回でも見たことがあるっていう計算になります。最近仲のいい友達とかには自分が YouTube やってることを少し言ったりしているんですけれども、その時にこの動画見たことあるっていう人も何人かいて、かなりびっくりしました。自分の周りにまで見てくれている人がいるようになってしまったので、声バレとかも普通にしそうで怖いです。そんな感じでかなりありがたいことなんですけれども、まあ、こうやって計算することで本当にたくさんの人に見ていただいているんだなっていうのを改めて実感しました。続いては次の目標を発表していこうと思います。これまでずっと10万人を目標に YouTube で活動してきたんですけれども、それを達成してしまいました。やはり目標を決めて YouTube 活動を続けるっていうのはすごく大切だと思っていて、それを目指して頑張ってきたから到達できたっていうのもあるかもしれないです。ということで新しい目標を決めました。では発表していこうと思います。それは何かというと急上昇ランキングに乗ることです。 YouTube をたくさん利用している方なら急上昇ランキングっていうのはご存知の方が多いと思います。急上昇ランキングとは何かというと、名前の通り人気急上昇中の動画が YouTube の誰にでも見れるところに掲載されるというものです。急上昇動画になるとタイトルの上に急上昇ランク何位っていうのが表示されます。自分は今それを狙っております。急上昇ランキングっていうのは50位まで表示されるんですけれども、まあ、50位以内に入りたいですね。これまで自分が目標にしていたチャンネル登録者数っていうその数字っていうのは蓄積された実績のようなものなんですよね。なので長い間続けていてもなかなか減るような数字ではありません。続ければ続けるほどチャンネル登録者っていうのはどんどん増えていくような形なんですよね。
なのでチャンネル登録者数っていう指標はあくまでもこれまでの実績であって、今現在のチャンネルの勢いを表すものでは必ずしもないっていうことです。ただ急上昇ランキングに乗るっていうことは勢いのある動画を作れている証、つまり勢いのあるチャンネルだと自分は考えています。今の急上昇ランキングの動画を見ると、やはりバラエティ系だったり音楽系、それからアニメ、ニュースといったメジャーなジャンルばかりが急上昇に並んでいるような印象です。ただ文房具っていうジャンルはまだまだメジャーどころかマイナーなジャンルなので、急上昇に乗るなんて正直考えられないんですよね。もちろんはじめ社長とかの影響力のある YouTuber が文房具の動画を投稿すると急上昇になるかもしれないんですけれども、文房具に特化した自分のようなチャンネルが急上昇に乗るっていうことはこれまでなかなかなかったんじゃないかなと思います。ただ文房具っていうのは学生の方なら誰しも使うものですし、考え方次第では文房具という趣味もメジャーな趣味にできるポテンシャルが十分にあるなと自分は考えております。急上昇ランキングに乗るっていうことは、そのジャンルがメジャーなジャンルであると認められるようなものなので、自分はそれを目指して今以上に勢いのあるチャンネルに成長し続けられるよう今後も頑張っていこうかなと考えています。というわけで、今回の動画はかなり自己満の動画になってしまったと思うんですけれども、こんな動画でも少しでも学びがあれば嬉しいなと考えております。高評価とチャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。